シリーズ、ワリオランドは、スーパーマリオランドシリーズから派生した、ワリオを主人公としたゲームボーイのソフトのシリーズ。ワリオは、マリオのマークである M を逆さにした W から作成されたキャラクターであり、スーパーマリオランド3ワリオランドは、悪役キャラとして登場していた、彼が主役となった最初の作品である。スーパーマリオランドに6つの金貨のスピンオフ作品と言える。ワリオランドシリーズはゲームボーイのローンチタイトルだったスーパーマリオランドを第1作とするスーパーマリオランドシリーズの続編として制作され、そこから派生、独立したスピンオフ作品として発足した。マリオランドシリーズはゲームボーイで新作として展開された横スクロールアクションを主体とする本系のスーパーマリオシリーズであったが、ワリオランドがシリーズとして独立した一方で、本系となるマリオランドの続編は制作されず、ワリオランドシリーズのみでの展開にシフトしていった。スーパーマリオシリーズの派生作品であるため、基本は変身を伴う横スクロールのジャンプアクションである。スーパーマリオシリーズとは攻撃方法が大きく異なり、第1作目である。スーパーマリオランド3ワリオランドからジャンプによる踏みつけではなくショルダータックルで確立しており、後述のブルワリオ変身時にのみ使用できるヒップドロップは本作での初出以降、スーパーマリオヨッシーアイランドやスーパーマリオ64といった本系のマリオシリーズにも採用されるアクションとなった。変身の使用についてはバーチャルボーイワリオランドアーゾンの秘宝までスーパーマリオシリーズの特徴を色濃く残しており、通常時のワリオがブロックから様々な壺を取ることで帽子が変化し、ブルワリオ、ドラゴンワリオ、Zワリオなどに変身できる。どの状態の時でも攻撃を受けると、チビワリオになってしまい、この状態でさらに攻撃を受けるとミスになる。ちなみにこの作品の通常のワリオはいつもの黄色い帽子でなく茶色い探検家の帽子をしている。ワリオランドに盗まれた財宝以降の特徴として操作するキャラクターであるワリオは死なないという点が挙げられる。また、特殊な攻撃を受けることで様々なリアクションを起こし、これを逆に利用することにより、行けなかった場所へ行けるようになるというシステムを採用。これに伴いアイテムによる変身は撤廃された。ミスやゲームオーバーは存在しないが、ダメージを受けると大きく吹っ飛ばされ、コインを数枚落としてしまうというペナルティが課せられる。ただし、ワリオランド3不思議なオルゴールでは、吹っ飛ばされる代わりにコインを数枚落としてしまうというペナルティはなく、ラストボス戦でのみ、ゲームオーバーの可能性が用意されている。盗まれた財宝では、ヒップドロップや相手を持ち上げたり、水中を泳ぐなどの能力は、初めからあったが、不思議なオルゴールではそれらの能力は最初はなく、宝を取った時にもらえる宝の一部であるパワーアップアイテムという形でそれぞれ手にすることができる。ワリオランドアドバンス用機能宝、ワリオランドシェイクではライフ制を採用しており、ライフがなくなるとミスにはなるものの残機が存在しないためゲームオーバーはない。こちらもヒップドロップや相手を持ち上げたり、水中を泳ぐなどの能力は初めからある。数値はすべて2本のもの。以下は、ワリオランドのタイトルがつかないが、お宝の回収や謎解きアクション要素など、ワリオランドシリーズのシステムを踏襲しているアクションゲーム作品。ありがとうございます。